はい、どうも皆さんこんにちは、アモトです。ということでね、今回も動画の方、撮っていきたいと思うんですけど、今日はね、ウィーニングイレブンもまあもちろんそうなんですけど、まあ、FIFA ね、今作 FIFA もかなり評判が高いということで、まあ、どっちもやってる自分がね、まあ、ウィーケン、まあ、FIFA やってる方ならわかると思うんですけど、ウィーケンもね、ちゃんとこう初参戦して、ゴール2まで一応ね、まあ、そこそこいけたんですけど、実際やってみてウィーレと FIFA どうゲーム性が違うのって、あのゲーム性ですね、あのシステム面じゃなくて、あの UT マイクラブの違いとかじゃなくて、ゲーム性、この試合のゲーム性を今回はね、ちょっと違いの方を喋っていきたいと思います。まあメンテ中でね、いつもお昼休みはね、ちょっと家に帰って動画を1本撮ってからまた学校に行くみたいな感じなんですけど、ちょっと今日メンテ中ということでね、まあ撮りたかった動画ですし、ちょっと出すの遅くなって申し訳ないんですけど、とりあえずゲーム性をね、今回喋っていきたいと思います。ではまず、あのこれまた後からね、 FIFA の方の画面でも実際に動かしてみるんですけど、まずウィーレはこんな感じです。まあ、多分自分のチャンネルの動画見てる人は、あのこの動画見てる方はほとんど、ウィーレの方かな、ウィーレ持ってて、まあ、FIFA どんなもんなんだっていう方が多分多いと思うので、まずウィーレからねちょっと見せていこうと思うんですけど、まあ、ウィーレこんな感じですよね。今作の特徴で言うと、すごく、まあ、年々そうなんですけど、今作の特徴で言うと、動きが重たいと、全体的な、まあ、爽快感はほぼ皆無ですよね。動きが重たい、そしてドリブルはやりにくい、でパスも通りづらい、まあ、いい言い方をすれば、それだけなんて言うんでしょう、なんていうか、技術の向上の幅があるというか、まあ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 、まあそんな感じが、いい言い方をすればですよ。でももちろん、体勢めっちゃ良くても普通にパスミスするんで、ちょっと割と若干運ゲー感は否めないんですけど、まあパスが通りにくいと、体勢の悪いパスはほとんどずれてしまう。例えばね、こうやって、なんかこんな感じで出すと、なんかワンタッチとかのパスが、前作よりもねすごく、まあ、前作というか前作どんどんね通りにくくなっていると、まあパッチで若干直ったりはしたんですけど、やっぱオンラインとかでやると通りにくくなってる印象はあるのかなっていう感じですね。でなんだろうな、あと守備で言うと、FIFA とウィーレの守備の違いは、四角プレス使った時に、FIFA で言うと何プレスになるんだろう、あれ FIFA のねボタン、ちょっとウィーレの配置に変えちゃってるんであれなんですけど、 FIFA のプレスボタンはとか、まあ守備の感じとか、なんて言うんでしょう、自分が操ってない方の選手、2人目の選手を行かせる時とかって、FIFA はなんて言うんでしょう、間合いを取りながら守るというか、突っ込んではいかないんですよね。その選手に直接ぶつかりに行くんじゃなくて、その選手を抜かせないように、いい距離感のまま対応してくれるっていう感じなんですけど、ウィーレはその、選手が、そのディフェンスの2人目の選手が相手のボール持ってる選手にも突っ込んでいくと、脳死で突っ込んでいくっていう感じで、まあ、あとはその、タイミングとか AI のあれ次第っていう感じなんですけど、まあ、そこ結構違いますね。まあ、ちょっと実際にやってみた方がいいか。ディフェンスでスタンダードとかですぐ蹴っちゃうからね、トッププレイヤーでいいか。まあ、7人ぐらい入れれば大丈夫でしょう。はい、こんな感じで、この今ね、透明のカーソルがあると思うんですけど、この選手が四角を押すと、こうやってもう突っ込んでいくと、脳死でこうやって突っ込んでいきます。こうやってね、ほら今だとカンテですね。はい、今切り替わりました。はい、こんな感じで脳死で突っ込んでいくと、まあ、なんでで今作ね、守備の AI が強いっていうのも一つ特徴でして、ウィーレのね、まあ、前作も強かったんですけど、また今作も強くなってて、まあ、あと攻撃、オフェンス側のドリブルがすごいね、抜きにくくなってて、ターンとかがめっちゃ遅いんで、抜きにくくなってるっていうのもあって、まあ、結構四角プレスが強いと。行かせるプレスっていうんですか、あんまり自分でこう取りに行かなくても、タイミングさえ良ければ、まあ、ゴール前とか特にね、密集地帯は結構もうドリブルでかわすのがすごい厳しいんで、そういうところで四角プレス、まあ、バツプレスも同じなんですよね。バツプレスは、このカーソル当たってる自分が操ってる選手が、そのままね当たりに行くっていう感じで、ちょっと相手にボール持ってほしいんだけど、 OKOKOK、はい、バツプレスだとこんな感じで、自分のカーソル当たってる選手がこの最短距離で当たりに行きます。キーパーいないのこれで、そんな感じなんで、プレスの守備のね、プレスの面でも違いはやっぱりそこになるのかなという、いった感じになります。なんでウィーレの守るタイミングとしては、まあもちろんインターセプトとかなんですけど、まあ多くは割とゴール前とかが多いんじゃないですか、皆さん。まあ引いて守っての、
引いて守って何だろう、ゴール前の密集したところを四角プレスバツプレスで取りに行くっていう形が多分多いんじゃないかなと思います。まあ、また上級者の方になってくると、変わってくるとは思うんですけど、そんな感じの印象ですね、今作のウィーレで言うと。うん、まあこんなもんかな。あとはまあシュートとかは、シュートはコントロールカーブが強いっていう感じですね。まあ、全体的に簡単に言うと、まあウィーレはなんていう、難しい、本当に難しい。うん、ウィーレはね難しいです、今作すごく。どうなんだろうな、久々にウィーレやった方とか、今までちょっとこう前遊んでて、まあ、久々に余裕できたからやってみようみたいな人がこうパッとやるとかなり難しいと思います。結構やり込んでる方でも、もう本当思い通りのところにパス出すっていうのはすごい難しいゲームなので、そういきなりやるっていう面ではかなり難しいのかなというふうに思います。まあ、ゲーム性だけの話なんでね、うん、そういう感じの自分は印象を、受けましたね。まあ、あとフェイントとかなんかね、今作わけのわからんフィネスドリブルとかいうね、クソみたいな、うん、まあ、使ってる人はすごいやりやすいんだろうけど、あんまりそんないらないだろうみたいなね。ニアコンっていうのはなくなって、ニアコントロールっていうのはなくなって、代わりにね、フィネスドリブルっていう、こう、細かい、こういうタッチですね。細かいタッチが追加されたんですけど、これが、フェイントを出す、スティック、フェイントを出すボタンと結構似てて、フェイントを出そうとしたのにフィネスドリブルが出ちゃうみたいなことが今作結構あるので、まあ、フェイント出しづらくなったりとかで、まあ、そこもドリブルが弱くなった理由の一つとしてあるのかなといった、印象ですね。でシュートは割と、シュートの面で言うと、補正がかかるっていうか、結構枠に飛びやすいっていう感じになってると思います、 FIFA と比べると。まあ、後で FIFA のシュートも見せるんですけど、割とね、なんかその大体でこうやってニアにね、大体で打てば、あ、ちょっと今のやらかしましたけど、大体で打てばなんか枠に飛んでいくように補正されてる感じはしますね。まあ、よっぽど外しすぎるとまた全然違うところに飛んでったりするんですけど、割とこう枠に飛びやすいのかなっていう、この入力した範囲というか、その大まかなね、この4つ角とか4つの、まあ、右下左上左下っていうところに分けて、大体の感じでね、枠には飛びやすくなってる印象かなというふうに思います。あとそんな感じかな、大体。まあまあコーナーとか PK とかもあるけど、まあ、コーナーキック PK は、多分ウィーレの方がやりやすいですね。うん、コーナーキック PK に関してはフリーキックもか、うん、多分ウィーレの方がやりやすいし決まりやすいと思います、やってみた感じ。まあ、これあくまでちょっと言い忘れてたけど、個人的なあれなので、ちょっと多分やる人によって全然印象はねまた違うと思うんですけど、まあ、なので、まあウィーレのねざっとした印象はこんな感じでした。ということで続いてね、 FIFA の画面の方行ってみましょう。はい、続いて、こちらが FIFA の画面の方ですね。 FIFA って多分トレーニングモードのあれないのかな、11対11みたいなやつないのかな、ちょっと自分がまだねそこまで分かんなかったので、もしかしたらあるかもしれないんですけど、ちょっと今ねコム戦の方でやってます。でコム戦初なんで、なんかいろいろ設定がね、なんかガイドとかいろいろ出ちゃってるんで、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、ちょっとご了承くださいということで。で FIFA の方のね、自分がやってみた、ゲーム性の感想の方言っていきたいと思います。まあ、まずウィーレと比べてでいいのかな、この、うん、ウィーレと比べた方がいいですよね。ウィーレと比べてパスがねもうえげつないほど通りやすいです。めちゃくちゃ通りやすい。もう爽快感は確実にこっちの方がありますね。うん、FIFA もなんか毎作ちょっと重くなってるみたいな印象は聞くんですけど、それでも全然なんか、軽いですね。まあ、あとはウィーレのいいところとしてちょっと言い忘れてたな、やっぱグラフィックはウィーレの方が、まあ、個人差あると思うんですけど、自分は綺麗だと思います。というか、まあ、多分皆さん全体的に見てもそう思うと、そう思うと思うんですよね、うん、なんですけど、グラフィックとしてなんかね、 FIFA はカクカク動くっていうか、なんて言うんだろう、なんかおもちゃなんかね、おもちゃが動いてるみたいな感じ。まあでもやってたら慣れたら全然違和感ないんですけど、個人的にはそんな感じがしました。うん、まあ多分これはでも個人差あると思うんで、まあ僕はたまたまこう思ったっていうだけなんですけど、うん、でそんな感じで、まあ、パスがまずめちゃくちゃ通りやすくて、ゲーム性も全体的なねスピードが速いので、なんて言うんだろう、非常に楽しいというか、初めてやってそのパスが通りやすかったりするのは確実に、こっちの方だと思います。でパスもね結構直前で変更できるんですよ。ゲージ貯めてウィーレだったらもう方向決めてバツを押した瞬間に、そのパスの方向決まっちゃうんで、その後ねスティックの向き変えたりしてもパスの方向っていうのは変わらないんですけど、このゲームはね変えることができるんで、ほら
最初こっちに入力しても、蹴る前までだったら結構直前で変えれるので、ほら、これから1回ね右にやってからこっちに出してるんですけど、ちょっと見えづらいかな、なんですけど直前で変えたりできるんで、非常にパスがつなぎやすいのはありますね。でも多分スーパーキャンセルがないのかな、ウイレと比べて。まあなのでそこはちょっとあれなんですけど、まあそもそもそんなにスーパーキャンセルを使う場面がないというか、うん、使わなくても全然いけちゃうので、うん、まあやりやすいっていうか、そのサッカーゲームやってみようかなとか、サッカーゲームとゲームにある爽快感っていうのを求めるなら、多分自分は FIFA の方が今作に関してはすごいおすすめ、できますね。多分パスもやって通りやすいですし、でもその分お相手の人もパスが通りやすいってことなので、オンラインとかで上手い人と戦うとマジでボールはね全然取れないです。まあ自分がまだその FIFA ねやりたてっていうのもあるんですけど、マジでそれ差し引いてもマジでボールはね結構取れないんで、で自分も結構取られないです、慣れてくると。パスどこでも割と出せちゃうんで、もうなんかなんて言うんだろうな、上手い人同士っていうか、ある程度やってる人同士の対決になると、結構ね硬い人同士だともうパス回し続けて、もうどっちも取れないんで、パス回し続けてゴール前でのミスを待つみたいな、もうどっちが我慢比べゲームみたいな感じに結構なっちゃうんで、個人的な印象としてですけど、まあ、なんでそこは結構ね割とイライラする可能性もあります。守備っていうか自分が守る側に関しては。でも攻撃はすごい楽しいですね、いろんなことできるんで、いろんなと体勢悪くてもね全然パス通ります。であとヒールパスとかも出やすくて、結構パスのほらここら辺もヒールパスで出るんですけど、これねウイーレ2020今作ねヒールパス全然出ないんで、そういうとこを見てもパスの通りやすさとか見ても、ほらこんな感じのワンタッチパスがねポンポン通るんですよ。ほら気持ちよさそうでしょこれ見るだけで、もこんな感じでポンポン通るんで、本当にパスはね割とどこでも通ります、っていう感じですね。あとはなんだろうな、攻撃、あとドリブルすごいしやすいです。ドリブルもフェイントが多いんですよね、ドリブルのスキルムーブっていうんですけど、まあ、自分はねまだそんなに使えないんですけど、例えば自分がよく使うのはね簡単なこうやってただ右スティック倒すだけのローリングとかね、これちょっとずらしてちょっと人が来ました。はい、というわけで、皆さんのね映像では多分今ね電気会社の方がねちょっとピンポーンって来て、まあ、それのねちょっと定期チェックみたいなのに答えて戻ってきたところなんですけど、ですねこの、まあ、今ピンポン押してからちょっと戻ってきて、まあ、動画撮ったんですけど、その際にマイクをねオンにするの忘れてまして、音声がない状態でね、そのまま撮り終えて、また学校に行ってしまったので、お昼休みからね今ちょっと学校終わって撮り直します、申し訳ございません。なのでちょっとね話が、ちょっと曖昧になっちゃったのでちょっと申し訳ないんですけど、確かフェイントの話をしてて、まあちょっとまあ記憶の範囲でちょっと話していきたいと思います。ちょっとかぶってたらすいません。でFIFA のね、FIFA も結局突き詰めていくとあれなんですよね、上手い人からマジでボール取れなくて、なんて言うんだろうな、もうなんかパスがこの通りやすいがゆえ、本当にね技術の差がすごい結構ねもう本当強く出るというか、上手い人からマジでボール取れないです。スキルムーブとかね、そのさっき言った自分で言うとこういう簡単なローリングとか、これでずらすとか、まあ、自分まだねこのぐらいしかできないんですけど、上手い人だと本当フェイントとかもいっぱいねルーレットとかもできますし、あとなんかねシューキャンでめっちゃかわしたりね、こう駆け引きが本当すごいんで、マジでボールがね全然取れないんで、ちょっとまあ強い人には勝ちにくくなるなって、これは言ったのかな、ウイレはその分なんだろうな、ちょっと事故がすごい多いんで、強い人にも勝ちやすいっていう面がありまして、ちょっと同じ話してたらごめんなさい、強い人にも勝ちやすいっていう面があるんですけど、 FIFA は、まあ、事故が結構少ない分、そこはね あれなのかなと思います。納得できる負けはでも結構多いですね、事故が少ない分ね。まあ、でも普通に技術的に負ける人が結構、多いかな。まあ、技術の差が出やすいんで、まあ、ゲーム性としてはすごいいいことだと自分はね、思ってます。あとなんだろうな、あとはもう本当多分言ったと思うんですけど、強い人とやるとそのボール取れないんで、お互い強い人対強い人とかだと本当お互いボール取れなかったりするんで、もうなんかなんて言うんだろう、もうゴール前でのミス待ちみたいな感じ、もう粘ってミス待つみたいな、あとまあ選手の能力でなんとか取るみたいな形になるんですけど、そこはちょっと FIFA はあれかなと思いました。結構我慢が大切というか、
相手がね勝ってる相手がリードしてる時でも、まあ、ボールガンガンね取りに行きたいんで、ウイレだったらそのゲーゲンプレスとかかけて、まあ、FIFA にも似たようなのあるんですけど、それでも結構ねパス通る分繋がっちゃうんで、もうこんな感じでワンタッチでねもうポンポン通っちゃうんで、まあ、攻撃してる分にはすごい楽しいんですけど、守備は結構ね頑張んないといけないです。難しいです、守備は本当に。特に上手い人と当たった時はね、まあ、ウイレでもそうなんですけど、より FIFA の方が守備はね取りにくいという面では本当に難しいと思いました。でもこれを踏まえて、まあ、比べるものではないかもしれないんですけど、自分がねこのウイレ FIFA どっちも持ってない状態の人だとして、今作どっちをおすすめするかって言ったら、個人的には FIFA ですね。9-0 ぐらいで FIFA かなと思います。もう本当ゲーム性、今回ゲーム性だけで話していったんですけど、ゲーム性だけで見ると、何十倍何百倍も FIFA の方が自分としては楽しいですね。ちょっとグラフィックがあれかなっていう感じはあるんですけど、ゲーム性とその爽快感っていう面では自分、まあ、本当個人的なんですけど、求めてるところ本当に出てるのは、このね FIFA の FIFA20 の方がね、すごい楽しい感じはするので、まあ僕はウイレがねすごい楽しい、ウイレっていうか、まあ、動画撮るの楽しいんで、ウイレのそれに皆さんに反応してもらったりとか、まあ、なんで今作なんとかねやっていけてるんですけど、まあ、ウイレはつまらなくはないんですけどね。でもやっぱこの自由性っていう面が自分は結構ねこうパスのポンポンこうワンタッチ崩していったりっていうのが好きなので、まあ、そこを求めたりするんなら、まあ、その全体的なバランス、ゲームバランスを見ても FIFA の方が今作は結構圧勝してるかなという、印象があります。でも前自分のね動画にコメントで来てたんですけど、まあ、今作のウイレどうなんみたいな、おもんなくないみたいな感じの動画を出した時にコメント来てたんですけど、逆にこのパスがワンタッチでポンポン通っちゃう、なんて言ってた、その人確かゆとりゲーみたいな、そのぬるゲーみたいなね、パスがボンボン通っちゃうようなゲーム性こそつまんないみたいな感じで言ってた方もいるので、まあ、そういう方ももちろんいると思うので、まあ、コメントとかにも書いてほしいんですけど、まあ、それで、言うなら多分ウイレの方がそのなんて言うんでしょう、すごい、緻密さというか、そういうのはあると思うんですけど、まあ、やりやすさ、爽快感、まあ、楽しさで言うと、まあ、FIFA の方が自分はいいかなというふうに、思いました。まあ、細かい部分いろいろ違いはあるんで、ちょっとそこまではね今回言えなかったかもしれないですけど、まあ、ざっと自分が今作ねウイレ FIFA 結構どっちもねガチでやってみて思った感想はこんな感じでした。まあ、先ほども言ったようにね、いろいろ本当これ僕のね個人的な意見なんで、そのちょっとここ違うだろうみたいなとこ思うかもしれないんですけど、コメント欄に書くコメントは、いや俺こう思うからお前こんなこと言うなよみたいな感じじゃなくて、こう思う、こう思いますって言ってくれた方がいいですね。書き方的に僕の意見は、その、なんて言うんでしょう、価値観の押し付けじゃないけど、そういうのはちょっとやめてほしいです。まあ、普段のコメント欄から見て思うんですけど、それ言われたところでも、動画なんて全部個人的な意見なんで、どの方が出してるやつも、ほぼほぼね、9割方個人的な意見で、その、この選手強いとかね、こっちの方がいいみたいな、このフォーメーション強いとかやってるんで、ちょっとそこはね、こういう意見もありますっていうのを書いてくれると、自分はね、結構他の人の意見もすごい、聞きたいので、ぜひぜひコメント欄の方はね、書いていただきたいので、そういう方が、そういうコメントがあった場合は、ぜひね、よろしくお願いします。そのなんか、僕はこう思いますみたいな、FIFA の方がこうで、ウイレの方がこうだと思いますっていうのもあったら、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今回はね、ウイレと FIFA、まあ、今作に限ってですけど、この2つのゲーム性を比べてみました。まあ、悩んでる方もいるかと思いますし、まあ、片方持ってるけど片方買おうか、悩んでるみたいな方もいると思うので、でまたね今回ゲーム性ですけど、次はこの UT とマイクラブの違い、なんていうシステム面から、いろいろね動画の方も出せたらいいと思ってますので、ぜひぜひ気に入った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。